いやー、やられたね。お前のホームはバースデーだろうとまで言われたこの私が、やられましたね。あ、すいません、ジャンクサルです。いや、九州にもね、バースデー入荷なったんですよね、ホットウィールがね。今回はモンスタートラックですよ。で、今日はね、2軒行くつもりで、あわよくばさ、またドラバスとオスカーメイヤー2台ずつさ、増やしたりなんかできたらなーなんて思ってたら、まあまあね、うん。とりあえず見ていこう。で、まあ今日ね、2軒行ってるんですけど、バースデーね。はい。1軒目。なんだか少ないですね。あ、で、値札はね、剥がした。剥がれますね、モンスタートラックも。張り立てだと、乗りも残らないですね。んで、まあ1軒目。いやまあさ、残念とか言ってもさ、とりあえずこれは変えてるからね。オスカーメイヤー。ドラバスはね、変えなかった。スッとね、華麗に、綺麗にね。取られちゃった。っていうかあれだよ、もうほんと福岡っていうか九州ね、平日の入荷なんですよね。で、割とね、ずっと私手つかずで見れたりなんかしてたのに、最近ね、競合がいるね、競合、もう競い合う感じになっちゃってて、全然美味しいとこがね、持っていけないっていうね。まあでもオスカーメイヤーね、変えたんでいいかな。何代目だこれで。数言わない方がいいかなと思って今まで言わなかったけど、もう今度から言うよ。予約で2個買って、あるとこで1個買って、4台買ったらいいでしょう。しかもさ、これ800円ぐらいするのよね。バースデーさんでもちょっと高いのよね。869円、高っ。まあとりあえず1店舗目オスカーメイヤー買いました。で、2店舗目、また値札剥がしてるけどね、少ないでしょ。1店舗目で買った後にすぐ電話して、だいたい2店舗目の方が遅いんですよね、出すのが。荷物を見れてないから、ちょっと見てきます、みたいな感じで見てくださってて。で、あ、なんか8台入ってます。8台ってこれじゃん、モンスタートラックでしょ？入荷してんじゃんと思って。で、もうお店出してます？なんて聞いたら、いや、全然まだ出せてない状態なんで、もし来られて、店頭に出てなければ、声かけてください、みたいな感じで言われてさ、で、慌てて行ったんです。もうダッシュで行きますわ、つって。んで行ったけど、結構渋滞してて、工事渋滞なんかもあって、普段の 1.5 倍ぐらいかかったんですよね。んで、やっとたどり着いて、で、まあ、そこの店はね、本当手つかずで見ることができる機会がね、多かったんですよね、今まで。モンスタートラックも店頭出てて、あ、出てんじゃんと思ったら、3台しかないの。で、店員さん聞いて、2軒目のね、バースデーの店員さん、ほんと綺麗な方が多くて、ちょっとね、もう話しかけるの恥ずかしかったんですけど、聞いたらさ、さっきね、8台出したんですけど、ないですね、5台売れちゃってますね、みたいな感じで。マジか。誰か来てる。今まで私が好き放題やってたバースデーに、誰か来てる。誰か来てる。あ、で、そのね、綺麗な店員さんが言われるには、他店の在庫を調べましょうかとか、お取り寄せしましょうかとか言われたんで、できんのかなと思ったけどさ、まあ、おそらくできないだろうなと思って、あ、もう大丈夫です、みたいな感じ、ありがとうございます、みたいな感じ、お礼だけ言っといたんですけど、取り寄せできんのかな。でも、一ケース単位で買わなくちゃいけないとかだったら、きついよね、869円。で、3台しかなかったんですよね。3台しかなかったけど、まあ、せっかく来たしなと思って、ていうか、今日モンスタートラック4台ね、オスカーメイヤーとドラバスを4台、2台ずつね、4台買うつもりで予算組んでたからさ、もう、と思って腹立ち紛れに、5アラーム買っちゃいました。だから5アラームと、なんだっけな、あ、ロコパンクとトリケラが残ってた。だから、私これ買ったから、そこのお店にはトリケラとロコパンクが残った感じっすね。今日2台かーみたいな感じになっちゃってて、マジって。まあでもね、あ、で、5アラームは4台目だそんなにいるかなと思ったけどさ、もう買うつもりで言ってるからわかるでしょ、この気持ち。で、オスカーメイヤー買った1店舗目ではもうこれだけ取って、でも競合いたからさ、他にも人がいたから、もうすぐ2店舗目に移動した方がいいやと思って、6スポ残ってるの見ないで移動したんですよね。で、もしかして何か残ってないかなと思って、また1店舗目に戻ってたら、やっぱり3台残ってた。ね。で、まあちょっともう、せっかくまた戻ったしなと思って買っちゃってますね。サムソン。だから、1店舗目では、ロコパンクとトリケラとサムソンの3台が残ってたっていうね。だからサムソン買ったから私が、またそこのバースデーさんではロコパンクとトリケラが残るっていうね。すいません。
距離があるんですよね、1店舗目と2店舗目で、2店舗目まで行って1店舗目まで戻ったら1時間半か2時間ぐらい、1時間半かなかかってて、でその間にあの値札シールを剥がす、一応ね剥がれたんですけど、ちょっとほら時間が経ってるわけですよね、ちょっとからちょっと剥がしづらかったですね、ノリも若干ちょっと残ってるかなって感じで、貼りたての頃は結構すんなりね、あの剥がすことができますね。まあ、サムソンもいいよね、うん、いいよいいよ。でサムソンはこれで3代目サムソン3代目あれ、あの予約で箱で買ったんですよね、2箱なんで、店頭買いが1台で3台、うん、まあいいか、サムソンね、いいよ、かっこいいよね。でかっこいいといえばさ、サムソンね、まだあるよサムソン、もう一台買ったよ今日あの増車したっていう話したと思うんですよ。オスカーメイヤーとドラバスを某量販店で買ったと。で、まあ、ファイバーラブもね、あの、トレジャーハント疑惑があったんで追加しましたよっていう話をしたんですけど、前の動画でね。まあ、某量販店ってもう名前言っちゃっていいよね。あの、トライアルですね。トライアルさんに土曜日に入荷になってて、で、夜ね、買ったんですよね。あの、オスカーメイヤーとドラバス。で、次の日の朝、ファイバーラブも買ったんですけど、んで、友人がね、あの、ボンシェイカーを買うって言ってたから、なんかそれ以外、まあ、なんかコルベットあたり残ってないかなと思って、一応行ったんですよね。結構もう日にち経ってるからね。だから私がそこのトライアルさんで、オスカーメイヤーとドラバストファイブアラームと、友人がポンシェイカでしょ。あと4台残ってるはずだから、まあコルベットいないかなと思ったら、なかったね、コルベット。で、そこの店でも3台残ってて、サムソンとロコパンクとトリケラ。で、もうなんかもう、もう買っちゃえと思って買っちゃった、サムソン。買い占めじゃないからね。結構日にち経ってるからね、入荷から。だから、そこのお店もロコパンクとトリケラが残ってる感じですね。だからもう、ロコパンクとトリケラばっか残ってる。いろんなお店で。で、まあ、もともとね、モンスタートラック今日4台のつもりでね、予算組んでたっていうか、お金を工面してたっていうかね、たんで、まあ4台、まあ買っちゃった感じですね。だから、サムソンも4台目だよ。だから、ここにあるのすごいよ。今回、オスカーメイヤー4台でしょ？ファイブアラームが4台でしょ？で、サムソンも4台。どうすんのって思われるかもしれないけど、そりゃあだってね、並べてニヤニヤしてますよ。んで、トライアルさん、別店舗もありまして、そちらはね、土曜日の時点で、まあ、モンスタートラック等々入ってなかったんですけど、一応ね、一応今日夜行ってみたんですよね。単品販売のものが入ってた、入荷してたんですけど、クールコンビは見逃したよ、ちゃんと。うん、クールコンビ。私はね、もう、いいかなと思って。だから、人気があるからといって、全部買い占めてるわけじゃないですからね。ご理解くださいよ。んで、これ入ってたんで、トミカ標識セット。なんか、何も買わないのもなと思って。っていうか、これ、モンスタートラック4台で、3000数百円ぐらいいってるから、ちょっと今日も使いすぎてるけど、まあ、ちょっとこれも買っとこうかな。で、あの、続きあるとパトロールカーとイスゼル高所作業車、まあ働く車系が割とね結構消えやすくて、でトライアルさんだとちょっと安いのか、600円ちょいぐらいなんで数十円、あ結構安いのか、なんで買っちゃってますね。これ開けてみよっか、せっかくだしね。今日何も開封してないしね。ミニカー触ってないからね。触ってるけどブリスター越しだからね、触りたいね。で鈴木あるとパトロールカーですか。ちっちゃいけど、開かないね。スケールはこれ、え、ちっちゃくない、こんなもんだっけ、56分の1か。へー。パトカーもね、正直、何度か言ってるけど、あんまり集めてなかったんですけど、割とね、最近というか、うん、気にしだしたっていうのが、最近、パトカーのお世話に全然なってないから。ですね。まあまあ、警視庁だ。これ系って、働く車系って結構、ね、売れるの早いと思うんですけど、やっぱお子さんが買っちゃってるのかな？これをさ、でも、お菓子売り場で子供にねだられて、まあ、600円だか700円だか払うのって大変だよね。よく許すよね、お母さん。皆さん、ちっちゃい時の、なんだろう、お菓子の上限金額っていくらでした？スーパーとか行ってさ。私50円とか100円かな、100円までとかだってしたね。今だと100円だとね、ウエハースぐらいしか買えないですからね。
まあ、食玩もなかったけど、あったか、うん、おまけ付きのやつ欲しかったけどね。でも大体100円で買えてたよね。で、イスズエルフ高所作業者、はい。私も動画投稿を始めて結構ね、歴は長いんですけど、噛むからね。これいいね。色が、お色がいいわね。あ、いいわね、これ。色が綺麗。おー、この色は綺麗だわ。メタリックとかではない、ただベタ塗りっていうかね、なんですけど、この、なんだ、オレンジ、発色がいいね。タンポも綺麗だし。こんなとこ塗って、あの、トミカぐらいじゃないですか、この金額帯でさ。ね、ここ、同系色だったら絶対省略するよね、他のメーカーさん。3インチサイズのね。だったら。おー、ほら、ほら。ギミックあるとね。まあ、ギミックいらない派の私ですけど、楽しいね。で、あ、ここ気持ちいいんですよね、ここ。あの、なんだ、爪切りのヤスリの部分みたいに、ここザラザラ、まあ、プラスチックの部分がちょっと安っぽいけど、あ、でもうん、いいかもね、いいね。なんかほら、今日ミニカー買うつもりだったからさ、バースデーの日だからノリで買っちゃったけど、普段だとどうかなって迷ってた節はあったけど、あ、よかった、買って、これ綺麗だわ、意外と綺麗だから。なんだ、今回のラインナップだとほら、 Z とロードスターしか買ってないよという方多いと思うんですよ。私もそうなんですけど、これ、いいっすよ、意外と。色が綺麗。ラパンってこれ、マットブラック？マットブラックだったら買おうかな。あ、その辺知ってる方いらっしゃったら教えてください。あとはいいかな。CR、という感じで、ちょっと残念だったよっていう感じの動画だったんですけど、でも変えてるよね、割と。割と変えてるよね。まあ、オスカメや変えてるし、いっか。でもなんかこう、腹いせっていうか、腹立ち紛れにっていうか、なんか悔しくて、いろいろ買っちゃったよっていう感じなんですけど、結果金額的には結構いっちゃってんな。っていうか、先週発売のホットウィール、土曜日発売のホットウィールって、なんか結構増やしちゃってるんで、金額計算すんの怖っ。で、今週はトミカもすごいしね。やべえな。まあ、頑張りますよ。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。